皇室年譜略慶長19年の頃に伊州に代々居住するいわゆる豪臣忍び官長の名実を得たる者の模試と、これを10人選ばれし、ということで甲斐真壁、山本鬼太郎、木津義兵衛、服部一右衛門、井岡瀬之助、早田臨左衛門、曽我五郎兵衛、板崎義兵衛、松尾五郎左衛門で、もう一人が名前わからないと。でこの10人を各割り、小屋敷を、石上の城外において賜うと、今の忍び町これなりと、これに書いてございます。まあ、慶長19年、大阪の陣の前に、いわゆるその官庁、いわゆるその、まあ、忍びの、術をした、まあ、いわゆる豪士を、まあ、召し抱えて、それでここへ住まわしたと。でそれで忍び町という名がついたんだと、このように皇室年譜略には書いてございます。でこうしましてその人たち本当に住んでたんかなと思うことで、寛永10年、この城下町絵図の上の方を見ていただいたら、いわゆる寛永8年のその忍び町の様子を書いております。で10人という名前が挙がっておりますけども、ここではいわゆるその東の方から服部一右衛門で、これ高田又左衛門って書いてあるのか、これ早田かなと思ったりするんですけども、いつものとどうもやっぱり早田じゃなしに高という字になってますので、で板崎義兵衛、松尾五郎左衛門、曽我五郎兵衛、井岡瀬之助、木津義兵衛と七軒のこの忍びの衆の屋敷が見られます。で寛永10年2年後にはちょっと入れ替わりまして、いわゆるその、松尾、五郎左衛門の後で滝半九郎というのが入っています。それだけの代わりですけども、一応7軒の、忍びの衆の屋敷が見られます。でその絵図の下の方を見ていただきますと、これ慶安の図面なんですけども、これには忍びの衆が非常に少なくなっております。滝半九郎、曽我長左衛門、高井半兵衛、木津兵衛、それからその裏側に服部七右衛門と板崎義兵衛と6軒に、まあ、なってしまっていると。だから、その忍びの衆の屋敷もちょっと変動が、まあ、あったようなんです。そうしまして、一番最初のレジュメの方を見ていただきますと、まあ、はじめ10人の、忍びの衆を召し抱えたというようになっておりますが、いわゆる昭和2年の、にはこの忍びの衆とかいうのが非常にこう聞こえが悪いと、まるで盗人のようだということで、まあ伊賀衆、伊賀者と名前を呼ぶように、まあ、変更になったと。このような記録がございます。そうしまして元禄年間の絵図にはもうこの伊賀者の屋敷は出てまいりません。で どこ行ってしまったのかなと思いましたら、下半奉行の役宅に伊賀者が詰めるように変更になったと、このようになっております。で一時慶安なんか伊賀者って見ますと20名に増えています。10名から20名に。ところが今日2年3年の文献帳を見ますと16件に、まあ、減じられまして、大体幕末まで16件の伊賀者が、まあ、見えたようなんです。で安永5年には今度は下半奉行から普請奉行の役宅に、まあ、伊賀者は詰めるように、まあ、変わったと。でこの人たちの役柄なんですけども、どういう役柄かといいますと、殿さんが参勤交代で帰ってきます。津に半分、伊賀に半分住まわれます。で伊賀に住まう時には上野高校の第二グラウンドにありました御殿、お屋敷って絵図には出てきますけども、この同じ御殿に、藩主が生活されます。でこの時に伊賀者がやっぱり御殿のやっぱり警備警護に当たります。そうしまして殿さんが江戸で参勤交代にいる時の道中にも伊賀者がついていきまして、いわゆる
まあ、殿さんを無事に送り届ける。また江戸屋敷でもこういったあの警備警護のために伊賀者がいると。だから伊賀で言います、伊賀者は殿さんが上野へ来られた時には御殿の警備をしていると。で普段はいわゆる町民やら農民の、まあ、情報を得たり、まあ、監視に当たると、こういう役目を担っております。でこうしまして、実は私もちょっと不思議に思うんですけども、忍びの衆、いわゆる、まあ、忍者と言われる人たち、こんな堂々と藩から国高もうて屋敷を、で城下町へと名前出てきます。こんなすごい予算のもんから見たら、あ、ここに忍者したか、この風景に行ったら、監視されてたか、ちょっと、いかんとこというようになろうかなと、このように思うんです。でこういう人たちをここの皇室年表格で見ましても、伊州に代々居住する豪士に忍び官庁の無用術を得たる者を推しと、でそこから順に選んだと、このように書いてあります。で実はこの皇室年表格を見ますと、慶長17年にこの10人の伊賀忍びの衆を採用しますけども、その他にも慶長19年には、滝の久屋、滝の八右衛門といいまして、柏原城主の滝の十郎吉政の弟の八右衛門が、150石で召し抱えられています。で同じく貴子、の城主でありました町権左衛門の子孫が、これは伊賀衆らと一緒のように石高が少ない昇級という形で採用されてますけども、後に150石まで、伸びていってると。で少し遅れて、いわゆるその元和2年には、いわゆる、天正伊賀の乱の時に、いわゆる長田の肘山に立ちこもりました桃田藤兵衛、福北金左衛門、この人の子孫が、桃田が、まあ、初めは格付けと言いますけど、後付右衛門家200石で、福北金左衛門家が元和3年で200石結局中級武士として、まあ、召し抱えられているというようなことで、まあ、あの、まあ、伊賀のその侍どもだったものはこれらが採用になっております。で、まあ、あの有名な伊賀の上人といいます藤林長門守の子孫、この人たちなんかは元禄14年になって初めて伊賀者として召し抱えられておりますけども、この人なんかはその次の代の時には里代官、あるいは名張目付というような形で100石という、一般の武士に取り立てられています。でそうしまして、この藤林、さんのご子孫は、いわゆる三国志士という東堂根弁さんがまとめました志士の編纂員として活躍しているんです。でこの、まあ、最初から曽我五郎兵衛とか、板崎義平という方もありますけども、この板崎義平という人も後に200石の、侍になってますし、曽我五郎兵衛も一旦名前が出てこないんですけども、幕末、まあ、文政頃になりまして曽我五助という名前で登場しまして、その人が今度は五郎兵衛という名前になりまして、藩校崇高堂の武将目付150石というようになりますが、曽我家行きますと、幕末外国船が二見の方へ来ると、それをいわゆるその何て言いますか、監視してこいというような命令を受けまして、で曽我五郎兵衛がそういった二見の方へ、まあ、行っていると、そういう記録が出てまいります。でそうしまして、こういったあの忍びの衆っていって、まあ官庁とかそういった忍びに長けた人たちって言われてますけども、こういった歴史とした石高もらっています。